は去年の王者で夏の甲子園13回連続の出場記録を持つ聖光学院です。今日の注目はこちら、キャプテンの佐藤蘭麻選手です。1年生の時からリーダーとしての素質を認められチームを引っ張ってきました。しかし大きな試練が待っていました。日本一を目指す選手が116人も集まり、激烈なレギュラー争いとなる聖光学院。大会に出場できるのは一握りです。今年の投手陣は右の二枚看板。去年の夏の甲子園も経験し、7球種を投げ分ける高野優投手に、最速144キロのストレートが武器の高田烈投手、そして打撃の中軸は春の県大会驚異の打率7割5分3番ショートの武田和晴選手、4番はミート力が持ち味のファースト青柳晴選手です。今年も熱い選手層の聖光学院。しかしメンバーに選ばれながらも浮かない顔の選手がいました。正捕手で主将の佐藤蘭麻選手です。負けさせたくないと思う人一番強かったと思ってます。去年の秋、主将としてチームを束ねることになった佐藤主将。ただチームを思うがあまり、自分の意見を突っ走るところがどうしてもあったので、このチームと少し合ってないというか、嫌われる覚悟で時に厳しい言葉もかけた佐藤主将。そこで待ち受けていたのは、キャプテン交代でした。選手としてうまくいかなくて、キャプテンと二足のわらじでね、苦労してきたっていうことも多々見てきたし、佐藤主将の支えになったのが、その間主将を任された青柳選手です。青柳、武田はそこの部分本当に助けてくれて、自分の素を出せるようになったので、この3年間持ち味はみんなを笑顔にできることです。チームのムードメーカーでもある青柳選手、そんな姿を見て気がついたことがありました。キャプテンじゃなくなった時にこういう考えもあるんだなっていう、いい意味で合わせるというか、その顔には笑みがこぼれます。肩の荷が下りたように、佐藤主将は春の県大会でチャンスでの打率はなんと6割、大活躍を見せました。そして最後のこの夏、まあ、負けるってなった時に、まあ、誰で負けるかっつったらラマがキャプテンで、まあ、負けたらまあ誰も後悔しない。仲間との信頼を深め、名実ともに主将に返り咲きました。青柳のしたいチーム像っていうのは限りなくあったので、それを受け継ぎ、やっぱ自分のチーム像も掛け合わせれば絶対負けないチーム作れると思ったので、ムードメーカーの青柳選手と正義感が強く真面目な佐藤主将、この2人が核となってチームを夏の頂へと導きます。夏に向けてチーム全体今すごいまとまろうとはしてるので、ラマの背中を見てみんなが夏戦っていけるようにしていきたいなというふうに思います。どこよりもひたむきに泥臭く、まあ、成功の野球を貫くことが今一番自分たちはできることだと思っているので、まあ、本当に負けないことを最大の目標にして夏向かっていきたいなと思ってます。聖光学院の夏が始まります。実は秋に佐藤選手取材した際に元気のない姿が印象に残っていました。
監督はリーダーを増やすという観点からキャプテン交代を決断しましたが、この大きな決断を選手たちが正解にしたなと感じます。福島県大会、いよいよ明日開幕です。以上、熱中高校野球でした。